この報告書の中にはですね、今日資料を出しておりますけれども、1枚目の資料でございます。多くの職員が覚えていないとの発言を繰り返し、行政事務が透明性を持って公正に行われたことを積極的に説得的に説明することができなかった。当委員会が東北新社から資料を得て指摘するまで会食等の事実を申請しなかったことは、この検証作業が今後より良い総務行政の在り方に資するための取り組みであることに照らすと残念な結果と言わざるを得ないというふうに示されております。で、大臣は記憶にないものは記憶がないと示しなさいというふうにおっしゃってたと思うんですけれども、この大臣の姿勢が影響したのではないかというふうに思うんですけれども、大臣はこの検証委員会の指摘、どのようにお感じになっておりますか。武田総務大臣。思われるというのはもう致し方ないことなんですけれども、私は常にですね、調査にあたっては本当のことと事実をしっかりと話すよう指示をし続けてまいりました。で、当然のことながら覚えていることは明確に示すようこれ指示してるんですけども、記憶にないっていうもんですね、いやあるだろうと、お前あるんだと、それ言えますか。当事者が一番その現場その時々の状況っていうのを知っている当事者が記憶にないっていうものを、大臣である私が、何もその当事者でない私が、いや記憶にあるだろう、絶対あるんだって言えますか。すいません。そうなんですよ。本村君。あえてね、そのことを大臣がおっしゃられたので、やっぱりそのことが影響しているのではないかというふうに考えざるを得ないわけでございます。